皆さんこんにちは、203です。今回は、ディスクブレーキのカーボンロードバイクメリダスクルトゥーラチーム E の、軽量化の動画になります。まあ、前回アルミのフレームであそこまで軽量化できたんですけども、カーボンフレームだったらどこまでいけるのかなっていうことで今回こちらの企画になりました。まあフレームが、まあ、かなり安く手に入ったっていうのが一番大きいですね。まあいいのがちょうどたまたまあったっていうことで、まあ、2019年モデルなんですけども、バーレンメリダの荒城幸也選手が乗っていたモデルになるんで、まあ、本当にハイエンドモデルですね。まあ、こちらのカーボンフレームが、まあ、CF4 というやつでかなり軽くて、フレーム重量が 800g 台になってますね。では測っていきたいと思います。5.74kg ですね。かなり軽いですね。スラムレッド E タップ、無線の電動変速機ですね。まあ、これ実はリム用の E タップなんですよね。なんでめちゃめちゃ軽いです。で、なんでディスクブレーキなのにリム用の、レバーを使ってるのかっていうのが、まあ、最大の謎だと思うんですけど、それはちょっと後で説明します。で、次にハンドルなんですけども、これも僕の軽量化ではよく出てくるやつなんですけども、ボントレガーのトリプル X インテグレーテッドバー&ステムっていうので、ハンドルとステムが一体型になったカーボンハンドルなんですけども、これがめちゃめちゃ軽いんですよね。ステムとハンドルが一体型のやつって、まあ、いっぱい出てるんですけども、だいたい重いんですね。 300g ぐらい、 300g 以上っていうのが結構普通なんですね。で、これはですね、なんと210何グラムっていうことで相当軽いですね。で、今回は、まあ、前回キャド13の最後の方でも紹介した、ロバールのアルピニスト CLX、 これはもう標準でこうつけてる形にしてます。まあ、このホイールがクリンチャーでかなり軽量で1200、まあ、実測で1264g だったと思います。それにタイヤはブリヂストンの R1X っていう、まあ、25C で 190g ちょっとっていう、まあ、結構軽量めのタイヤだと思います。それにチューブはチューボリートをつけてます。チューボリートのディスク用なんで、まあ、熱対策をそんなにディスクだとしなくていいんで、さらに軽くできてます。片方で 21g とか 22g とかそのぐらいだったと思います。なんで普通の、チューブがまあ 80g ぐらいですかね。軽いのでも 70g とかそのぐらいなんで、まあ、片方だけでもまあ 60g、 両方で100から120g ぐらいは軽量化できるんで、この、まあ、軽量化する上では、チューボリートは、まあ、費用対効果も考えてもかなり効果的だと思います。まあ、個人的には乗り心地も良くなりますし、まあ、空気の抜けがとにかく少ないですね。何日か経ってもあんまり抜けてないんですよね。まあ、ラテックスだともうその日のうちにかなり抜けちゃうのもあるし、まあ、ブチルでも結構次の日とか 2,3 日経つと結構抜けてるんですけど、それよりも抜けてない感じがします。クランクなんですけども、デュラエースの9000番ですね。パイオニアのペダリングモニターがついています。で、チェーンリングはアブソリュートブラックの 38T ですね。で、チェーンリングの付け方なんですけども、まあ、本来このアウター側に付けることも多分できると思うんですけども、このパイオニアのこの赤いおにぎりのせいでちょっとこの外側の方に付けることができないんで、インナー側の方にチェーンリングを付けてます。ただまあちょっと使った感じ、特にこれ、どっちかというとヒルクライム用に作ってるんで、ローガーの方ですね、ローガーの方のとこを使うときに、チェーンラインが綺麗に出るのは内側につけた方が綺麗に出ますね。スラムレッド E タップの、ショートケージですね。スプロケはこれレーコンですね。レーコンのちょっと古い方のやつで、12から28T の方の軽量スプロケットアルミになります。まあ、150g ぐらいですね。本当は新しい方の11から30T の方をつけたかったんですけども、このスラムレッドの E タップのリアディレイラーがショートゲージで 28T までつかないんで、今回は、しょうがないんで、こちらの 28T の方のスプロケを選択しました。で、まあ、今回の軽量化の目玉なんですけども、これですね。まあ、中華製なんですけども、ワイヤー式の油圧ブレーキになります。
まあ、機械式ワイヤー式のディスクブレーキは普通にあるんですけども、まあ、最近だと新しくて機械式ワイヤー式の普通のディスクブレーキでもかなり効くのが出てるんですけども、結構まあ値段的には高くなっちゃうんですよね。まあ、ワイヤーで引くんですけども、ブレーキ自体は、ここの小さい中に油圧のピストンで両側から、押すタイプになってますんで、まあ、結構効きはいいですね。まあ、もちろんその普通のシマノの油圧のディスクブレーキよりは効かないんですけども、まあ、今までリムブレーキ使ってた人からすると、まあ、そんなに違和感ないかなっていうのがあります。ただ一番最初ですね、一番最初の使い始めは、まあ、この何ていうんですかね、鳴らしみたいのしてないド新品の状態だと全然効かないですね。あのブレーキ握ってこう、地面にこうタイヤ当ててこうグッと前に進ませるだけで全然タイヤ転がっちゃうんですね。あのブレーキ、タイヤがこうロックされずに普通に転がっていくぐらい全然最初効かなくって、で乗ってるうちに50キロ乗るともうかなり普通に効くようになったんですよね。だから最初の一発目の止まるときにあれ全然効かないなっていう感じするんですけど、それは慣らしができてないんですね。慣らしがちゃんと終われば、まあ、リムブレーキぐらいの効きは全然あるんで大丈夫ですね。で、まあ、もし気になるんだったら、まあ、重要なフロントブレーキだけ、まあ、シマノの普通の油圧ブレーキにするっていう手もあります。でリアはまあそんなにすごい効きが必要ないと思うんで、まあこれでもいいと思います。これ結構軽量なんで、まあ後ろだけで、130g ぐらいですか、131とか132とかの重さです。あの普通のなんていうんですかね、普通のシマノのディスクブレーキキャリパーと同じぐらいの重さ、まあ、この中に油圧のシステムが入ってるっていうことを考えるとかなり軽いと思います。まあ、調整なんかはあの、まあ、ワイヤーのところは上の、ネジのところでこう引っ張って締めればいいし、微調整はそのちょっと下のシルバーの、ネジが出てると思うんですけど、ちょっと青いのがついてる、ネジ止めのついてるそこのところが上が六角になってるんで、そこで締めたり緩めたりして微調整ができます。なんで大まかにある程度こうワイヤー引っ張って止めてから、このシルバーのネジのところで調整していくと、まあ、引き尻の感覚とかクリアランスの調整が楽になると思います。まあ、もちろんフラットマウントになってますので普通にロードで使えます。で気をつけないといけないのはワイヤー引きっていうことで、フレームによってはこのフレームからこのワイヤーのアウターですねが、出る角度が急になってると、ちょっとワイヤーの引きが鈍くなる可能性があるんで、できればこのワイヤーのアウターですね、アウターケーブル、アウターケーシングっていうんですかね、それは結構柔らかめのものがいいと思います。で、両側からピストン対向でデュアルピストンということになってるんで、まあ普通の、 あの機械式のワイヤー引きの、ディスクブレーキだと片側から押すだけっていうので効きが悪かったんですけども、これ両側から挟むタイプなんで、まあ、メンテも楽ですし、まあ、普通の油圧ディスクブレーキの感覚でメンテができると思います。まあ、ディスクローターなんですけども 140mm にしてます。でローターはシマノの M900 でしたっけ、デュラエース相当なんですけど、マウンテン用のやつで、そっちの方が多少軽くて、まあ、空気の抜けがいいということで横風なんかの対策にされてます。フロントの方はこんな感じですね。フロントも140に変えてます。 ZTTO っていうんですかね、ちょっと読み方わかんないんですけども、これ他の、 あの中華で、油圧機械式の油圧ブレーキキャリパーが出てるんですけども、それよりも、ま、かなり軽めにできてるんで、まあ、あの軽さを求めるんだったらこっちの方がいいかなと思います。これかなり安くてアリエクスプレスで、まあ、前後セット、パッドもついた状態で5000円ちょっとだったですね。まあ、105でもまあ2つ買ったら1万円超えると思うんで、何がいいかっていうとですね、今までリムブレーキのロードバイク乗ってた人がディスクブレーキに変えたいんだけども、全部いっぺんに変えるにはちょっとお金がすごいかかっちゃうんで、特に、油圧 STI とかものすごい高いんで、そういうのをこうまだ買う予算がなくて段階的にステップアップしていきたいっていう時は、ディスクロードの
フレームだけ買って、コンポは今までのリムブレーキの STI とかのコンポがそのまま使える。でこの、ディスクブレーキのキャリパーだけこちらの、ワイヤー式の、油圧ディスクに変えれば、まあ、5000円ちょっとの追加で、コンポ変えずに済むっていうのは、それがまあ最大のメリットだと思います。まあ、気になる人はやっぱりフロントだけ、シマノの油圧 STI で油圧、ディスクキャリパーにした方が、まあ、フロントの機器っていうのは本当まあ重要なんで、前だけ変えるっていうのはあります。その場合も、まあコンポがもともとシマノだったら、左の STI はそのままで右の STI だけ油圧の STI に変えるっていうのはあります。まあ、同じグレードだったら見た目的にそんな変わらないんで、まあ、一番いいのは D-HiTS 同士で変えるのが一番見た目の差がないですね。右が例えば、アルテグラ D-HiTS の ST-R8070、 左が、ST-R8050 とかにしとけば、まあ、見た目的にも STI 違ってるようには見えないで、そこら辺がまあ、こだわるんだったらその辺もいいかなと思います。で次はワイヤーなんですけども、ワイヤーのアウターケーシング、アウターケーブルっていうんですかね、こちらは、これも僕の動画でよく出てくるのがジャグワイヤーのスマートリンクっていうやつですね。普通のアウターケーシングと比べて、同じ長さにした時に半分の軽さっていうことになってます。でもう一ついいのは、とにかくこれすごい柔らかいんで、今回の場合でいうとここの角度のとこですね、ここのワイヤーの引き回しがちょっと角度急になるんで、硬いアウターケーシングだとちょっと、まあ、組みにくいしあまり良くないんですね。渋くなる、ワイヤーの引きがちょっと渋くなるんで、これは、まあ、取り回しは楽になるし、このなんていうんですかね、この、ワイヤーを刺さる、ワイヤーを刺すとこの角度がこれ今まっすぐ刺さってるんですけど、ここが、ちょっとこう変な角度で入っていくと、ワイヤーの引きがかなり渋くなるんで、まあ、ここは、柔軟性のあるこういう、ジャグワイヤーのこういう、スマートリンクみたいのがいいと思います。でサドルなんですけども、これちょっと、まあ、中古で買ったんですけど、ちょっと本物かどうか分かんないんですけど、一応サンマルコのカーボンサドルっていうのになってます。これ98g とかかなり軽いんで、でカーボンで、これちょっと、耐久性みたいのどうなるって言うんですけど、とりあえず結構乗ってるんですけど今んとこ問題はないです。あと乗り心地はまあやっぱり硬いんで、合わない人は全く合わないと思います。僕これで100キロぐらいまでは大して問題ないですね。あんまり100キロ以上になると、まあ、ちゃんとした、クッションのあるサドルの方がいいと思うんですけど、ちょっとまあ、100キロ以内とか、特に普段いつも乗る距離って50キロ前後が多いんですけど、そういう時だったらまあ問題ないですね。まあただ今回で言うと、まあどっちかっていうと、軽量化の企画のためにくっつけたっていうことで、まあ実際これで普段乗っていくかっていうと、まあ乗らないかもしれないですね。まあ普段いつも使ってる S-WAFT のローミンエボの方がまあ好きなんで、それに実際使う時はそれにすると思います。